これって神風ってカクテルなんだけどさ。へえ、すごい名前。俺も特攻隊になっちゃうかな。あなた結婚してるの？どちらとも？してると見せかけてしてない男か、してないと嘘ついてしてる男か、どっちどっち？どっちなの？行こうか。我が家の平和を壊したい？壊しちゃおっかな。結婚といえばこういう言葉をご存知でしょうか？ロマンチックな幸福を諦めれば結婚は幸せになる。イギリスの哲学者バートランド・ラッセルの言葉です。ねえ、本当はどっちなの？だからこの男、鈴木薫は結婚しないのか、そこのところはよくわかりませんが、最近の彼はどうも調子がおかしいよう。ちょっと待って。おはよう。この間の件なんだけどさ。この間？あれ、どういうこと？いいじゃない、前に何度も何度も何度もやってたんだから。きつ、ちょっとそういうことじゃないでしょ。愛情の表現よ。愛情の表現って、それ男女の、それ、ちょっと待ってよ、勝手に急に復活しないでよ。この間のことなんだけど。この間のこと？ええ、別。あれ、何だったの？まあ、強いて言えば愛情の表現。愛情？なわけないでしょ、バカ。待ちなさい、こんなもの当てるな。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。どうかしら。ああ、よくお似合いです。ありがとう。だけどこの首元、チョーク合わせるんじゃなくてスカーフか何かをあしらって優しい印象を出すのもいいんじゃないかと思うんだけど。ああ、そうですね。じゃあ西条さん、お願いします。スカーフですね。何点かお持ちします。ごめんなさい、無理言って。とんでもございません。伊沢様の新鮮な感覚は私どもにも刺激的でとても勉強になります。その通りです。ありがとう。じゃあ無理ついでに、このジャケットのインナーなんだけど、ハイネックかタートルを合わせて首が長く見える方が私には似合うんじゃないかしら。なるほど、そちらの方もすぐにお探しいたします。ありがとう。それではあちらで指輪などアクセサリーを。伊沢様って素敵だよね。なあ、ほんと洋服に選ばれるっていうかさ、何でも入る人っているんだよね。うん、それでいてバリバリのキャリアやろ。着るものに対するビジョンも明快だし、このラウンジを本当に上手に使ってらっしゃるよね。言うなればお客様の達人って感じ。これなんかどうかしら。ああ、よくお似合いです。あの、前から興味あるんですけれども、伊沢様のご主人ってどんな方なんですか？失礼よ。だって気になるんですもん。こうすっごくおしゃれでダンディーなんだろうなって。ダンディーどころか、いつもぼーっとしてる。コンピューターのシステムエンジニアなんだけど、人との付き合いもすごく苦手でね。でも、あのお洋服の見立てなどは伊沢様がおやりになるんじゃないんですか？それが全然言うこと聞かないの。いつもその辺で適当に買ってきてゾロって感じで着てる。洋服なんか着られさえすればいいと思ってるのよね。信じられないな。すみません、今のお話ちょっと小耳に挟んだんですが、いかがでしょう、ご主人様のスタイリングをこちらのラウンジでさせていただけませんでしょうか？
ジム。いや、つまりこういうことなんです。このラウンジはどうも女性専用だと思ってらっしゃる方が実に多い。そんなイメージを少しでも変えたいと思っている矢先でありまして。でも来ないと思うわよ、うちの主人本当に無頓着だから。そのような方にこそご利用いただきたいんです。そうね。伊沢様がお見えになりました。ご主人様もご一緒です。こんにちは。いらっしゃいませ。主人です。いらっしゃいませ。あ、お待ちしておりました。どうぞこちらへ。あれが旦那様。ちょっと意外。かなり意外。おしゃれでダンディ。それではお好みの服装や挑戦してみたいスタイルなどございましたら。ないですね。では逆にこういう傾向のものはお家というのは。あ、まあ強いて言うならば派手なものかな。あ、とにかくあれです、あの着るものには全然興味ないですから。着るものに興味がないってことは生きるってことに興味がないっていうのと同じよ。大げさだ。大げさじゃないわよ。洋服を着るってことは自己表現の一つなんだし、それに全く興味がないっていうことはそういうことでしょ。そうかな。そうよ。いや、しかし、皆さんには申し訳ないと思うんですけど、あのとにかく何の期待もしてないっていうか、そのなんていうか、あ、要はあれですよ、あの何でもいいんですよ。あなたはいいかもしれないけど、私が恥かくの。女房は何してるんだって私が笑われるのよ。いつもこういう調子なんだから。ご主人様、本日はせっかくお越しいただいたんですから、ぜひ我々にお手伝いさせてください。それではまずお体の寸法をお測りいたしますので。え、そんな面倒くさいことするんですか。はい、正確なサイズが分かりませんと。猪子面くん。はい。猪子面じゃなくて猪子血ですけど、血。大丈夫です。よろしくお願いします。担当の猪子槌です。牛に膝と書いて猪子槌と読みます。すいません、変な名前で。大丈夫です、ちゃんとやります。大丈夫です。幅広い人材揃っておりますので。ノーマルです。大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全てに興味なしか。弱りましたね。しかしうちの男性客第1号です。心してかかってください。男性といえば、男性のお洋服はやはり男性が一番よくお分かりでしょう。あ、よって伊沢様のご主人の担当はチーフにお願いいたします。え、またですか。ここんとこ立て込んでて、正直チーフしかいらっしゃらないんですよ。うちの男性客第1号です。心してお願いいたします。コーディネートは全部完璧なはずなんだけど、何かが違うな。あ、うめ。美咲さん、お昼何したんですか。パン。あの、一つ聞いていいですか。何。やり直すんですか、鈴木香織。ん、あ、あの、見ちゃったんですよ。あ、ってやつ。よく見たり聞いたりしてんのね。あ、でもそういうつもりじゃなくて、もうほんともうね、偶然見ちゃったんですよ。しおりちゃんさ、はい、好きなんじゃないの、鈴木かおるのことが。あ、いやいや、ちょっと待ってください。わかった。メガネと。これ着るんですか。お気に召しましたんでしょうか。いや、だって派手でしょう。いやいや、ぜひ一度お試しください。猫さん。はい。きっとお見えないと思いますけど、ね、そうでしょうか。ご用意の方ができました。いかがでしょう。どうぞ下の鏡でもご覧になってください。いかがですか。なんていうか、驚いたな。それはお喜びの声とお受け取りしてよろしいんでしょうか。正直驚きました。いや、結構なんていうか、いい感じで。本当びっくりしました。